昨日の夜、4時ぐらいにレペゼン地球のなんか DJ 社長がなんかパリに来るみたいな話になって、もともとベルギーのトゥモローランドっていうところに行くって言ってて、ああそうなんすかって言ってて、でパリ寄るかもしれないっすみたいなこと言われてて、ベルギーとパリって別の国だよなと思ったんだけど、多分そんなに気にしてない人なのかなと思って、で着きましたベルギーみたいなこと言われて、ベルギーのブリュッセルとパリって500キロぐらいあるんですよ、距離差が。で車で行くと4、5時間かかるんですけど、あこれは多分もう勘違いしてるな、来ないなと思って、ああ着いたんすか。でその電車とかも多分取れないだろうなと思ったら、適当にその電車を探したらしくて、7時ぐらいに行きますみたいな感じでこう来て、パリに来てもらって、で怒ってもらって、ついでにちょっと時間あいしたので、うちの部屋寄っていただいて、ここでこう動画を撮影するみたいなことをしたんですけど、でそれが終わって10分ぐらいで深夜バスに乗ってベルギー行くわって言って帰って行ってしまいました。はい、相変わらず忙しそうな人だなと思いましたけども、はい、フランスのパリに来て寄ったところがそのレストランと僕の家だけっていう、あとは深夜バスと電車乗っただけっていう謎な感じの人でしたね。荷物もそのパソコンとパスポートとか入ってるナップザック1個でこれしか荷物ないっすみたいな、なんでこう行動力のある人ってやっぱ頭おかしいなと思いました。はい、私と娘は ASD コミュニケーションに課題があり苦労しています。私は人一倍努力をして休みの日を勉強し続けて世の中に認めてもらうことができました。娘に同じような苦労をさせたくなく、娘も努力するところを苦しいと言っています。努力にとらわれず楽しく生きていくことで進めてますが、努力を怠ることによって普通に生きていけないのではないかと心配しています。ヒロクさんどう思いますか。ちょっといろいろ考え方というのがあって、でも僕は努力ってほぼしないで楽しく暮らしているタイプで、嫌なところから逃げ続けて今楽しく幸せに暮らしているので、努力からはずっと逃げ続けてはいるのですよ。ただ小中学生ぐらいまでは努力をする癖はつけた方がいいと思うんですよね。その結局その何か自分がやりたいことがあった時にある程度努力的なことが必要だったりするんですよ。例えばじゃあそのポケモン強くなりてえと思ったら、そのポケモンのキャラ全部覚えなきゃいけないし、でじゃあそもそもどんな技があるのっていうので、このポケモンはこの技を持ってるよねとか、じゃあその水ポケモンにはこう虫ポケモンがとか、いろんなポケモンの種類覚えたりとか、そういうある種の努力は必要なんですよ。なのでそこの努力というのをする癖をつける必要、自分が必要だと思った時に、ただ自分が必要だと思わないものに努力をするっていうのができるかできないかっていうのが多分性格によるんですよね。東大に入ってる人ってほとんど興味のないことでも努力ができる人なんですよ。要はその日本史とかって覚える必要ないし、これもう絶対使わねえよなみたいな、どうでもいいことでも覚えなさいって言われたりとか、あこれ覚えたら東京大学に行けるんだって思えると、ちゃんと勉強して覚えることができるっていう、そういう能力を持ってる人たちなんですよね。なので努力が可能な才能を持ってるっていう人が割と高学歴の人に言いがちなんですけど、ただ能力値は高いんだけど自分の好きなことしかできませんっていう人もいるんですよね。昨日、うちに来たって話をした DJ 社長さんとかも、いろんなことをやってて、で、今でも YouTube 登録者数が240万人とか言ってると思うんですけど、じゃあ、あの人が勉強しろって言われたら多分しないと思うんですよ。でも、あの人、タイ語とインドネシア語と英語とで外国語をある程度喋れるんですよね。なので、必要だと思ったから多分覚えちゃったんだと思うんですけど、っていうのって、その努力というのはやらないんだけど、でも必要だと思ったら、これやりたいからやるわみたいなので、だからタイ語読めるらしいんですよね。意味はわかんないけど読めるみたいな。まあ僕もロシア語、読めはできるんですよ。意味はわかんないんですけど。まあそういう感じのがあったりするので、なので、必要だと思った時に努力ができるような状況っていうのの、その訓練、鍛錬は必要だと思うんですけど、ただ一生努力をしないといけないのかっていうとそうでもなくて、努力から逃げ続けても全然幸せには暮らせるとは思います。レペゼン地球の行動が炎上する方向に行くのは予想外だったってことは、多分レペゼンの人的には予想外だったと思うんですよ。レペゼンの人が失敗した理由を言うと、レペゼン地球、僕そんなに詳しくないです実はレペゼンの曲を聞いたこと一度もなくて、今回初めて動画を見ました。レペゼン地球と呼ばれる人がいて、
YouTube で何かやらかして、あのチャンネルバンされて、で再開して、再開したけど再開の動画を自分で削除したんですよ。僕の解釈でいくと、レペゼン地球の人ってその炎上事件を起こしたんだけど、その炎上事件自体は自分たちが仕組んだんだよねっていうところで笑いにするっていうところは正解。その笑いにする中でマキシマムザホルモンっていうまともな人たちを、その自分たちのブランドとしてまともな人が絡んでるよねっていう方向で使っちゃったのよ。その結果、その炎上したのはネタですよっていうのをやったので、マキシマムザホルモンの人たちがバッシング受けちゃったのよ。狂った人たちに関わるマキシマムザホルモンが良くないっていう、結局そのマキシマムザホルモンの人たちがバッシングされるの良くないよねっていうので、レペゼン地球の人たちって動画を削除したのね、公式な説明だと。なので、その自分たちで自分の価値を追求するんだったら、他人のブランドなんか使うべきじゃないのよ。マキシマムザホルモンっていうブランドを使って俺たちってそれなりに社会に影響を受けてるよねっていう構造にしようとしたんだと思うんだけど、その結果マキシマムザホルモンが迷惑を受けるんだったらこの動画を削除せればならないっていう縛りを自分たちで作っちゃったのよ。なので社会の常識とかその礼儀作法とかっていうのを俺たちは無視するぜっていうキャラで突き詰めるんだったら、他人のブランドとか頼んなよって話なのよ。でもなんかその復活するしイベントだし、それなりになんか有名人使った方がウケるんじゃねみたいな社会に対しての順応、それをね狙っちゃったのが結果として自分たちの枠を狭めてしまって、じゃあそのせっかく面白い話で、要はさ炎上ネタ自体が仕組んだ俺たちもネタで社会が動かされたんだから、ほら面白いでしょって、超面白い話だけど、でもそれをマキシマムザホルモンを絡めた結果社会を騒がしたっていう笑いが迷惑を知り合いにかけてしまったっていうマイナスになっちゃったのよ。こうね、なんかね、まあ、マキシマムザホルモンなんか知ったこっちゃねえやって、お前らざまーみたいな俺たちに関わる時点でこういう怪我するんだよボケって言って開き直れるくらい面白ければいいんだけど、多分ね DJ 社長っていう人って思った以上に真っ当っていうか普通なんだよね。で僕だったら突き進むよねだってほら迷惑かけたとしてもさ、だってそれはしょうがないよ、お前俺に関わるって決めたんだから迷惑かかるっしょみたいな話ですよ。ほらあの僕結婚してるんですけど、まあ多分ねうちの奥さんいろんな迷惑かかってると思うんですけど、知ったこっちゃないですよ。だってほら僕と結婚するって決めた以上はさ、それはしょうがないよね、ごめんねと思うけど、でもしょうがないよね、だってそんな人だもん僕っていう切り分けを多分できないぐらい真っ当だったんだと思うんだよね DJ 社長は。だそういう意味でいくとね、 DJ 社長は結構普通僕だったらマキシマムザホルモンとか知ったこっちゃないよね。その迷惑かけた本当にごめんなさい、でもねそんなもんなんですよ社会ってみたいな俺に絡むとこんなもんっすよみたいなっていうね、開き直りができないぐらいね、割とね、あ DJ 社長まともなんだっていうのが僕のリアクションです。はい、DJ 社長さんがヒルキンのアドバイス通り本当に過去曲をアレンジして配信することになりました。君の軌道が伸びてます、ありがとうございます。普段厳しいコメント欄もありがとう的なコメントも戸惑っています。 DJ 社長さんの裏話応援などあればお願いします。4月から切り抜き始めてもうすぐ1000に行くのでこのままになりたいです。直接接触したことあんまないんですよね。とはいえ今日たまたま LINE しましたけど、ジャスラック登録早めにしといた方がいいっすよって言ったら、あしてますみたいなのが言ってきて、あやっぱ賢いなと思って。 DJ 社長さんってその俺全然わかんないっす、騙されてこんな感じですみたいな感じでやってますけど、あの人結構賢いっすよ。なので、ね、あのちゃんと抑えるべきところは抑えてるんですけど、ただ抜けた部分があって、あの騙されたっていうのがあって、まあ、そこも僕あの多少親近感を感じるんですけど、あの僕もあの2チャンネルというのを奪い取られたってことがあるので、なのであの基本ただ DJ 社長さんって賢いのでほっといても全然うまくいくと思いますけどね。なので応援してあげるといいんじゃないかなと思います。あの言っちゃ悪いんですけど、まあいいや、あの日本で有名なアーティストになりたいって言った後に、その福岡ドームでその世界で知られてるそのアーティストになりたいって言ったのが、やっぱり面白いなと思って、僕その有名になりたい願望っていうのが全然なくて、有名であることっていうことが僕にとっては結構マイナスなんですよね。
まあ、ずっと引きこもりっていうのもあるんですけど、その、僕、その、日本にいなくてよかったなっていうのが最近結構あって、あの、なんか、最近僕のその本の写真が、あの、小田急線とかに貼ってあるらしいんですよ。そんな恥ずかしくて小田急線僕乗れないじゃないですか。小田急線に自分の写真が貼ってあって、そこで小田急線に座ってるのを見たら、周りの人も、え?ってなるじゃないですか。何何みたいな写真撮られたりするじゃないですか。だから、僕はその、あの、無色透明の、その、モブでいたいんですよ。でもなんか、日本にいると最近モブでいられないっぽいので、なので、あの、モブじゃなくて全然良かったなと思ってるんですけど、ただその、あの、モブじゃなくて有名人になりたいっていう人を知ってる人って、その、電車にも乗れないし、なんかじゃあその、ファミレスとか行っても、じゃあなんか声かけられたりとか、いろんな行動に制限かかるじゃないですか。だからなんかその有名になればなるほど、そのなんかタッションできないとか、なんか女の子と悪さしたらそれがなんか流されて、なんか文春になんか色取られたりとかって、すげえめんどくさいと思うんですよ。だから僕、どっちかというと無名でずっと遺体派だったんですけど、まあ結果としてこうなっちゃったんでもうしょうがないんですけど、とはいえなんかその有名になりたいと思ったことはないんですよね。だからなんかあのすげえな、頑張ってんな、有名になりたい人って思うので、そういう意味でジーシャスさんすごいなと思ってます。はい。